前回は、11月の5日からかな。11月5日リバプール戦あって、それ負けて、で、11月10日、14日と、ポルトガル代表としてね、まあ、国際試合、2試合、まあ、やったんですけど、まあまあ、うちらはね、うちらウルブスはリバプールに対して、ちょっと負けちゃったっていう、形だったし、内容もね、あまり良くなかったっていう、ところではあって、でね、前々回かなんかで、新しく、監督に就任したね、ポルトガル代表、11月10日と14日の試合に関しては、まあね、まあさすがの総合力というか、個々の力がね、だいぶ高いから、まあ強いメンバーではあったんだけど、ちゃんと2試合ね、ドイツと中国かな、ドイツと中国相手にね、しっかり勝ちました。中国に関してはね、いわゆる控えメンバーで、戦ったんですけど、まあまあ、さすがに能力差がありすぎたんで、まあまあ、危なげなく勝ったかなという感じです。で、まあ今日に関しては、まあ、またまたウルブスに、帰ってきて、クリスタルパレス、18日のクリスタルパレスと、25日のトッテナム、をやっていこうかなと。ワンダラーズお、をなん迎かえレジェンドっます。ぽいな。よろしくお願いします。どんな結果になるあのかは竹分かはりレまジェンせんドだが、ろ。見応えのある試合になりレそうジェンでドすでしかね。見たことない竹やん。試合開始が待ちきれません。レジェンドでしか見たことない、見たことがないレベルのパンツの短さ。あれレジェンドだろう。だからちょっとね、しっトかボスラりインへ。連敗が続かないよってところを見せみたいな。ナイスナイスナイス、レいいメよ。ス。いい形、いい形、いい形、いい形。いいんじゃない？クリシアナイノ・ス。ロナウド。先制ゴール。素晴早らい時しい。間に得点を挙げました。スー、来たね。来たね。早いね。さすがロナウドは結果残すのが早いわ。いいね。久々に見たわ。ちょっとここ最近ね、ロナウドのゴールなかったからどこにおんねん、お前は。おい、キーファパインゴールが生まれました。ー。キーパーどこおんねん。いいシュートを持っています俺がね。操作してるとはいえ、あキーそパーこどでこ、簡なん単でにそ勝こにいてるんただ、らキーパー危険が。な選手です。ソボスライ。いいね。いいパスだ。前へ前へネッとトネット、いけ進んいでいけ。きまナイす。スこナイスこナイかス。らゴールまでつなげられるいいのか。形、いい形。ウルバーハンプトンにいいね。コー今ナー日ロナウキッドクいいが与ぞ。えられます。今日ロナウドだいぶ抱えてる。いいね。さあ、どうこするこは攻めだ。縦をつくでしょうか。コリンズ頑張れ。危ないよ。コリンズ何してんの？何してんの？決まった。同点です。何してんだよ、お試合を前振り出しら。に戻しました。ああ。セメドとコリンズはさ、なんちゅう守備してんの？あの距離でなあ。シュートを打たれるなんでとここでそキーこで一パーは回どうしようもさ、ないですね。開けちゃうの？あおそこ前で打も。たれた時点で勝負ありでした。サリバかな、あれは。もうサリバもコリンズもなんで開けちゃうの、最後。最後通り過ぎちゃうの？お前ら。しっかりマーク、勢いを止められてないじゃん。自分が走る勢いを。アディシいいナルタね。イムが提示されました。あ、そうする。2分ラでストチャンス、す。ラストチャンス、ラストチャンス。いいんじゃない？キーパーで問あ題ありません。ー。ワンチャン弾いてくれればな。前半が終了いたしワまンしチャンた。弾いてくれればよかったけどな。まあ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 。大丈夫か？ナイスナイスナイス、いいよ。あ、セカンドボール取れないか。ナイスナイスナイス。いいね。カウンターもカ狙ウンえターカまウンターす。カウンター。取られらしい、取られらしい。取られ、ね、いいね、いいね、いいね。そうする、わかってる。これはよく追いついいきましね。た。ここからチャンスをいいじ奪ゃえなまい？す。チャンスです、ロナウいド。やー、ロ見ナウ事なド。タックル。打っボールをて取りいい返よ、しま今しのた。は。今のは打っていいって、ロナウド。ロナウド、今のは打っていいよ。まあ、最高だったボけールどがな、アタッキン形。グするのはナイスナイリスナイバス。プールです。いいどちね。らも相手にとって不足はないこでんすな位置ね。でいけるとな、ロナウドが。見逃せナなイいス、ゲーいいんムじゃになるなでい？しょう。いナイやスセーブ。ー。惜しいな。ニューカッスルかなんかに負けて、リーグ戦帰ってきたルルブスに負けて、コーナーから中へ。ナイスじゃん。いいファーに当ねたった。ー。来ちゃボんールよはかっ生たきけてどいまな。す。さっ来きのちゃ、シュートはリードすあー。るチャンスだったんですが、枠来にちゃ嫌われ持っましてたねーね。なファールの笛でー。ええー、す。ファールかフリーキックよが与えられましー。イエた。ローですか、今今のの。ファールにカードの判定。来レちフゃん、ェリーめっはちゃよ惜しくかっ見たてな、いま今したね。のー。エブライネもいたなー。ボールがいけいけい中央けいへ向けいけいけ。かう。止めあー。た。キーパー止めました。やるね、キー勝ちパ越されるピンチを見事に切り抜けました。ー。キーパーやるね。キーパー。ネベスいいよ。ネベスいいよ。サリバ、サリバー？トアラオダレ？トナ。ラオレ。残り時間を考えればキーパーもうやるないチャね。ンスはないでしょやるやん、う。キーこのパコーナー、
コーナーからエリア内へ。いやー、何してんのロナウド。なんかロナウド乙女になってた、乙女に。なんか可愛い乙女になってた今ロナウドが。残り時間は2分です。手畳んで。ロナウドらしくねえよ。危ないよ。いいね、サリバー。ここで攻撃を止めます。いいね。ラストチャンス、ラストチャンス、ラストチャンス。いいね、そこすら、うまいよ。うまいよ、そこすら。勝ち越すためにも、ここでうまくチャンスを作りたいですね。ここで長いコース。なんでこの頃シュートばっかな。この試合はドローという結果に終わりました。シュートの力なさすぎるよ。お互いに攻めていたとは思いますが、疲れてんのかな、やっぱ疲れってそこに出んのかな。まあ、終盤に入ってからは、8点さえ確保できればよしと考えたのかもしれませんね。また引き分けかよ。あ、松井だ。松井匠来たね。来たよ、松田組。松田組もオファー受けるか、じゃあ。ACS、シェプシー、OSK、スフント、ゲオルゲ、行くか。ACS、シェプシー、OSK、スフント、ゲオルゲ、行こう。もうどこの国かもわからん。10万モリモリで一回行こう。お願いします。57万以下では受けられません。すいません。ああ、よかったよかった。びっくりした。断られたかと思った。普通に断られたかと思ったわ。普通に。ふざけるな、そんな額だよ。取引できないって言われたかと思ったら。まさかの一発だったな。おもろ。え、エースモナコが南野匠を獲得したらしい。ちょっと待って。え、どうしようかな。エースモナコか。え、どうしよっかな。タキでもモナコから取ったんじゃなかったかな。出戻りなんかあるんだ、このゲーム。そんなあれなんだ、使わないなら返してよっていうあれもあんの、あるんだな。南野獲得したと思ってます。いかがでしょうか。まあ、6号じゃ無理かな。6号じゃモナコさんに6号で売れるかな。もともとモナコさんからもらいましたけど、まあ、タキもこのクラブに来て市場価値上げてますから、ちょっと上げてますから、うん、8号っすかね。あら、太っ腹やね。分かってんじゃん。滝大好きやん。やっぱ滝大好きなんだな、モナコは。まあ、行きましょう。今日最後の試合行きましょう。トッテナムということで、ケイン出てないじゃん。まだいるだろ、ケイン、この世界。さっきいたやん、この世界にさ。トッテナムがウルブスの挑戦を受ける。は？なやこいつら。態度でけえな、おい。トッテナムがウルブスの挑戦を受けるだ。ウルブスがお前らの挑戦を受けてんだよ。言い直せよ、おい。あんま舐めんなよ。なあ、ビッグシックスだか知らないけどさ。こいつら、挑戦を受ける？よう言うわ。順位見せろ、順位じゃあ。挑戦者です。はい。僕たちが挑戦者です。はい。すいません。僕たちが挑戦者です。すいません。挑戦受けてくださってありがとうございます。結果的になんか、なんかあれだな。結果的に、この世界戦ではケインいるんだけど、ケインが外れたことでなんかソン・フミがキャプテンマーク巻いてるし、なんかリアルに近づいてるわ。奇跡的に。ここ3試合で4ゴールと得点王やん。どうぞ EATV でご覧ください。ふんみ、言ってよ。ふんみ、言ってない、言ってくんないと。LINE したのに、ふんみ。激闘前に、観客席には大勢のサッカーファンが気をつけないとな。モリニュースタジアムへようこそ。ウィングで得点もかっこいいな。いや、ふんみの背中でけえ。解説には服に従っ心配になるわ。ボールを運んでいねえ。サポーターも大声で求めています。ロリスのダイビングセーブ。なんでよ。あ、左サイドもいいよ。左サイドいいよ。いいね。取られよ。取られも打ちしに行っていいって。窮地を出しました。トラオレお前さ、切り込ませよ。トラオレが弱気だ。トラオレ多分変えてないから。まあ、切り込めバカ。らしくねえよ。1対1。あ、そうすりゃ、けいけ。いいんじゃない？さあ、どう来るのか。ナイズ。ネトか。試合の均衡を破る先制ゴールです。ネトのゴールは嬉しい。見事なゴールは嬉しいよ。守備の裏をつきました。
リアルのウルブス見てるやつからしたらね、ネトのゴールは嬉しい。なんかリアルのウルブスのネトの動きじゃないけどね。ネトが切り込んでチャンスメイクするんだけど。素晴らしいね。そこなとこで回されるなって。危ねえって危ねえって。危ねえ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 って。後半もこのままいけるといいですね。ゴタゴタすんのゴタゴタ危ないよ、寺俺。フンミン頑張ってる、フンミンが。ナイスナイスナイス。そぼすらいへ。いや、危ないな。マーカーを抜いた。いいねいいね、ナイス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 。ルバーハンプトンのコーナーキックになりました。さらにリードを広げられるのか。ボールはエリアへ。いいね。いいじゃない。いやあそこ。ディフェンダーがボールをクリアしました。そこ誰かいればな。さあ前半はここまでですね。そこ誰かいれば熱かったけどな。ちょ危ない危ない、フンミン来てる、フンミン。危ない危ない危ない。ナイスナイス。コリンズいいね。このボールは通さない。フンミンキレキレだな。ちょっと待って。ちょっと待って。笛はならない。ちょっとフンミンがキレキレだわ。取られけけけけけ。いいね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 。そうです。さあどうする。ナイス。ゴール。ボレーシュートが決まりました。素晴らしい形。見事なフィニッシュです。素晴らしい形です。ロナウドもよく見えてる。俺俯瞰してたからすごい見えたけど、すごい見えてる。今良かったね。リプレイが出ます。浮かせたボールが空いてるもんな。チャンスになります。パス最高やね。このボレーでした。パス最高。ミートもバッチリの美しいシュートでしたね。パス最高や。パス最高やし、トラルも落ち着いてるな。素晴らしかった。ナイスナイスナイス、いいよ。いいね、そぼすらうまいよ。いいね、いいの来たよ。いやー無理か。キーパー落ち着いてボールを処理します。ロナウドが打ち負けてる。うちのロナウドがフィジカルで。いいね、トラオレ。いやいいね、いいチャレンジ、いいチャレンジ。情報が入ってきました。いいパスだ。ここで狙いたい。いいね。ネト、いけネト、いけいけ、頑張れ頑張れ。何が狙いでしょうか。あー、ロリスのダイビングセーブ。ネト惜しいな。今そうすりゃうまかったぞ。ね、勝敗の予想はつきやすいカードでしょう。ナイス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 。クロスはブロックに阻止されます。なんちゅうパスだ。ありがとうございます。なんちゅう、そんなキックルがあったのかよ。コリンズ。繰り返しますと、クリスタルパレスにゴールが生まれました。さればいいよ。しかしスコアは2対1と、まだ追いかける展開が続いています。ソン・フンミン。フンミンが本当キレキレだわ。ペリシッチェ。あ、うまいね。ここで試合終了。ただ届かずと。勝利したのはホームチーム。勝ち点3も獲得。試合は何て言ってました。2ゴールリードしたことで安心して見ていられる試合でしたね。挑戦を受け入れるだ。サポーターもきっと同じ気持ちでしょう。ウルブスからの挑戦を受け入れてやるって言ってた、トッツダムが。今日の試合、言ってみろ結果を。この選手の光るプレーが数多くありました。結果言ってみろよ。目立っていた選手の一人です。俺たちが受け入れてやったんだよ。なめるよ。決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。俺たちの挑戦を受け入れるとかよう言えたな。おい帰れ。あ、トッテナムが落ちてきたな。おもろいな。チェルシーとマンユーが1位2位だわ。リアルではあれなのにな。リアルではあれなのに、チェルシーとマンユーが1位2位だわ。はい。というところで、今日はね、クリスタルパレスと、トッテナムね、試合やってきて、クリスタルパレス引き分け、トッテナム勝ちか。結果的によくわかんないけど、はい。なんとかね、負けずに、コルダということで、はい。次回はね、またアーセナルと。まあ、アーセナルもでも、まあ、補強はしないか。あ、しかも俺たちがサリバ引き抜いてるから、俺たちがサリバ引き抜いてるから、ちょっと弱くなってるかもな。うん。あと、リーズナイテッド、やっていければなと思います。